こんにちは。受験シーズン到来しましたので、受験問題、入試問題の解説をやっていきます。今日扱うのはこちら。2022年度修道中学校入試問題算数。これの解説をやっていきます。本職なので解説はちゃんとした解説をやります。お楽しみに。まず全体のボリューム何問あるのかということを確認していきます。制限時間は50分です。注意事項が書いてあります。1枚目。四角1番。これが計算と一行題、図形小問などが1、2、3。計算が3問ですね。これが括弧9まであります。四角2番です。四角2番も小問集ですね。これが1、2、3、4と括弧4までありました。四角3番。ここからがいわゆる大問と呼ばれるものです。括弧1、2、3まであります。まあ見るからに植木算。紙をね、のりしろをつけて繋いでいくという植木算の問題であることは一目でわかると思います。四角4番。これまた大問で括弧3番まであるんですが、進行グラフが書いてあるので、しかも2本書いてありますので、旅人算。速さと進行グラフ、旅人算の問題だろうと。ここで常識として知っといてほしいのは、修道中学、1問だけとんでもなく難しい問題が出されることがよくあるんです。それが、速さの単元であることがとても多いので、こういうのを見たときに、カッコ3だけが飛び抜けて難しいなと思ったら、これはね、回避した方がいいです。今回この問題が難しいかどうかはまだわからないですよ。ただ、修道の特性として、これは知っといた方がいいです。で、次のページが四角5番。これが、まあ今流行のというか、会話形式の問題。修道も何年か前からこの会話形式取り入れているので、これ必ず出ますからね、後半で。で、問題は括弧1、2、3と分かれているんですが、括弧1の会話部分が結構長いのでね、これちゃんと慣れておいてください。で、回答用紙がこれ。ここにシールを貼ってくださいというシステムなので、覚えておいてください。こんな感じですね。はい。では、四角1番から実際に解いていきます。もう受験本番直前ということなので、学校や塾の講師の授業スタイル、板書を書いて説明するというものではなくて、実際に受験生が受験当日本番で解くとしたら大体こんなやり方でやるのが望ましいのではないかというお手本を見せるというスタイルで進めていきます。では、四角1番からやっていきます。括弧1番。計算問題が 246×79。これは普通に筆算でやってください。というと話が終わってしまうので、実際にこのやり方で、試験本番ね、このやり方でやるかどうかということは、ともかく、こんなやり方もあるよということだけ一応紹介をしておきます。実際には筆算で普通にやった方がいいと思います。が、246×79、具体的にどんな方法があるのか。掛け算なので、246×79 ってこの面積を答えてくださいって聞かれてるんです。まあ普通に筆算した方が早いんですが、一応考え方としては、こういう考え方もあります。なんで縦の長さを1足したの ?79 という数よりも1足して80にした方が、切りがいい数にして計算した方が計算しやすいのではないかという考え方なんです。こう考えると、この全体の面積は 246×80 なんです。246×80 で、0688、4832、8216、19680っていうのが全体の面積。ここから、上の必要ない部分を引いた残り、上の斜線部分は計算しやすくするために足しただけで実際に求められたいのはこの部分なんです。なのでここを引くんですが、ここは 246×1 なので246に決まってるんですね。で、これを引き算すると、80-46 が34。ここが4になるので、19434っていうのが求めたい答え。これが答え。もっと言うとね、80より100の方がもっとやりやすくないってなるんですよ。246から100にして、20にして、1にして、ここの79、ここが求めたい部分。全体を上、中、下っていう風に3つに分けた下の部分だけを求めたい。全体は 246×100 なので、当然246に00をくっつけたもの。そこから上と中と2つ引いてくださいってなるんですよ。じゃあ上引いてください。上は 246×20 なので、246の2倍に0を1個つけます。4920。
そこからさらに246も引いてください。246ってのは真ん中。なので、2460から5166を引けってことですよね。まあ、これからこれ引いて、さらにこれ引いてもどっちでもいいですよ。これからこれを、の和を引いてもどっちも同じことなので。600引く166は434で、24から5を引くので19434。当然、さっきの19434と答えは同じになるんですが、考え方としてこういう考え方もありますということ。まあ、実際にはね、四角1の括弧1番、これ出された時に、こんなめんどくさいことをやる人いますかって言うといません。実際には 246×79 を普通に筆算してください。このやり方が正解。ただし、問題、出題者の意図、趣旨として、計算問題が3問出されてるんですが、大体これを求められるっていうのが決まってるんですよ、その、趣旨。括弧2番の分数、小数、混合の四則計算。これが一番重要。大体どんな学校でも必ず求められます。今回は虫食いになっているので、さらに難易度は上がっています。2番目に求められる能力、知識っていうのが分配法則。今回この問題をもう作った人が分配法則を使って解いてくださいと考えているかどうかはわかりませんが、一般的に分配法則っていうのは重要な知識、求められる。例えば、円周率の計算をするときに、なんとかかけ 3.14、先に 3.14 をかけて小数第2の数同士を足し算引き算しないでください。かける 3.14 は最後に1回しかやってはいけません。みたいなことですね。で、3番目によく求められる知識がこれ。単位の変換。単位の変換の中でも特に、リットル、デシリットル、R、ヘクタール。このあたりは、最後までなかなか覚えられないっていう子が結構いるので、注意しなければいけない問題。1の括弧2番。虫食いですね。自信がない人は、番号を振ってね。最初に括弧の中の引き算をやります。2番目に割り算、3番掛け算、足し算、4番と。ただし、2番の割り算と3番の掛け算は同時に行っても構いません。で、この番号を振って、これを計算を進めていくんですが、1番が、四角が使われているので、もういきなり答えがわからない。で、なった時に、じゃあ逆算の出番ですよ。1から3まで計算が終了したとして、最後に3を足したら4になるんだから、これの4番目の足し算の逆算。足し算の逆算なので、これを4引く3にして、ここが1になると。1、2、3の計算結果が1になりますよ。じゃあ、1、2、3の計算結果ってどんなんでしたっけ？もう一度確認すると、括弧の中の引き算、割る。まあ、分数の掛け算割り算をするので、2分の29にして掛ける35をすると、1になるよ。分数の割り算なので、こういうことですね。割る2分の29はひっくり返して掛ける29分の2と同じです。ここをまとめて、この2つまとめましたよ。じゃあ、括弧の中いくつって言われると、はい、これがすぐ出るかどうか。いわゆる逆数と呼ばれるものなんですが、2つの数、分数をかけて1になる場合、2つは分数の分母と分子をひっくり返した逆数同士の組み合わせになっていますということです。逆数という言葉を知らなかったとしても、これかけるこれがこれになるということは、この括弧の中はこれ、右割るこれになりますから、1割る70分の29。70分の29になります。で、最後にこの引き算の、逆算をすればいいと。四角は70分の29足す10分の3にしておきますね、0.3 を。で、通分すると70分の29足す、これ7倍に倍分するので21。これが70分の50になったので、答えは7分の5と。逆算はやっぱり実際にね、これだけのスペースを取るのは難しいと思うんですが、普段勉強する場合は、この記号がね、縦にずれないように、一行一行開業して書いていって、この工程を経て最終的にここにたどり着くんだという、その作業の流れを体感させるっていうことを意識して練習してください。って答え7分の5です。括弧3番。これが単位の変換ですね。1.6 リットル引く 12.4 デシリットル足す 234 ミリリットル。これが四角リットルになります。単位の変換は当然足し算引き算は違う単位の足し算引き算はできないので何かしらのどっかしらの単位に揃えなければいけません。何種類か出てるときは真ん中の単位に揃えるのが一般的かと思うんですが、今回の問題では最後リットルで答えなさいって聞かれてるのでリットルに直してから計算します。単位の変換は何で求められてるか、リットルで求められてるんだから最初からリットルに統一して計算した方が楽でしょっていう考え方がまあ一番主流。ただし人によっては真ん中に揃えてやった方が計算しやすいっていう人もいるでしょうから、これはどちらでもいいです。今回はリットルに直すやり方で。1.6 リットルはそのまま。12.4 デシリットルをなんとかリットルと言い換えておきます。10デシリットルが1リットルというのをちゃんと覚えておいてください。なので 12.4 デシリットルは 1.24 リットル。次に234ミリリットルもリットルに直すんですが、
1000ミリリットルが1リットル。ミリっていうのは1000分の1っていう意味です。キロは1000倍、ミリは1000分の1倍。なので、ミリリットルだけじゃなくて、ミリメートル、ミリグラム、全部同じです。1000分の1倍ということなので、1000ミリリットルが1リットル。じゃあ、234ミリリットルは 0.234 リットルになります。で、全部リットルに単位を直してから答えを出してください。1.6-1.24 が 0.36 かな。ここの計算がね。で、0.36 にこれを足すので 0.594。はい、これが括弧3番の答えです。括弧4番。35で割ると9余る数のうち、2022に最も近い数は何とかです。四角1の括弧4番。35で割ると9余る数のうち、2022に最も近い数はいくつですか？何とかで割るといくつ余りますという問題は、周期の問題です。どういうことかというとですね、35で割っていきます。1、2、3、4、35で割るといくつ余るっていう話をされたら、35ずつの周期に数を並べてくださいということです。こうなっています。1から35、36から70。で、一番右側にある数っていうのは、35の倍数が並んでいるので、とってもわかりやすいんです。35×1、35×2、35×3。縦に見ると、どの行も、どの列も必ず35ずつと増える等差数列になっています。1たす35が36、2たす35が37、35たす35が70。ただし、一番最後の列行だけは、35で割った時に余りが出ない、35の倍数だけが並んでいるので、35×1×2×3 ってとっても求めやすい数が並んでいるということです。この問題では35で割った時に9余る数なので、ここに並んでいる数の話、これがまず大前提。どんな数が並んでいるかというと、最初の数が9、次の数は9たす35なので44、その次は44たす35で79というふうに並んでいます。で、このあたりに2022に近い数が並んでいますよ。で、これを計算で求めるんですが、ここを計算でスパッと求めるのはまあ難しいっちゃ難しい。もちろんここだけ見て等差数列何番目と求めることもできるんですが、さっき言った一番端っこ35の倍数の方が圧倒的に求めやすいので、2022に近い35の倍数、この数を先に求めておきます。ここ35の倍数という限定なので、2022÷35 をやっていきます。3721なので5、5525、3515で17、272、7728だから7かな ?7535、3721で27。はい。2022は35で割った時に57余り27になったので、27、ここの数の58段目にある。ここが2022ということが分かりました。ここからずらしていってもいいんですけど、まあ、ここの数求めておいた方が分かりやすいので、この数は 35×57。ここが 35×58 なんです。35×58 の方が偶数で求めやすいので、35×58 は 70×29 なんです。なので、0、7963、7214で2030。58番目の35の倍数が2030と分かりました。求めたいのはここのあたり。2030だから、ここ1995ですね。ここを求めようと思ったら、1995足す9、2004。2030足す9で2039。もちろん2004足す35で2039。どっちでもいいですね。で、このあたりまで求めておいて、最終的に2022に最も近いって言われたら、2022よりちっちゃいものと2022より大きいもの、両方を求めておいて、どちらがより2022に近いのかっていう、その最後の一歩で、間違えて逆の方答えてしまうともったいないので、ね、最後の確認はしてください。どちらが近いかというと、ここ18差、こっち17差、こっちの方が近いですね。なので答えが2039になりました。大事なのは何とかで割っていくつ余るよって言われたら周期の問題で、周期の問題は縦に並べると等差数列になっています。等差数列の中でも余らない、何とかの倍数っていう列が一番求めやすいので、ここを基準に計算で求めて最後に微調整する。これが解法の流れです。四角1の括弧4番でした。チャンネル登録。違ってやっている。いいねよな。ヒロアマチャンネル登録しちゃうよ。友達10人に紹介しちゃうよ。高評価ボタン押しちゃうよ。チャンネル登録しちゃうよ。